今夜はトルコの都市である。コニアとも表記される。市内風景トルコ内陸アナトリア地方の主要都市の一つ。今夜県の県都で2016年の人口は約122万人で、人口規模ではトルコ第6の都市である。パウロがキリスト教の布教に訪れたことで知られる都市、イコニウムの後ろ身で、西欧諸言語における伝統的な表記はコニアあるいはコニアである。 2006年に今夜貿易センターに42階建てのセルジュークタワーが建設された。2011年にはトルコ高速鉄道のアンカラ今夜高速線の開業により、首都アンカラまで従来の鉄道では10時間以上かかっていた。所要時間が1時間30分に短縮された。将来は1時間15分で結ばれる計画となっている。自動車では 両都市間はおよそ3時間で結ばれている。考古学博物館の棺フリギア、リディアの時代から存在する都市で、アケムネス朝、ペルシア、アレクサンドロス大王の征服を経てセレウコス朝、シリアの支配を受け、ギリシャ語では、イコニョンと呼ばれた。ペルガモン王国の後に、ローマ帝国に組み込まれ、初期キリスト教の舞台の一つとなった。パウロは弟一時で遠道旅行の際、 バルナバを伴って訪れた。その後何度か訪問した。かなりの人がキリスト教に改宗したが、ユダヤ人の激しい迫害があった。パウロ書簡の一つガラテヤ人への手紙は、この地域を含む南ガラテヤ諸教会に当てたという説がある。その後も東ローマ帝国のもとでキリスト教都として栄えるが、マラズギルとの戦いの後、アナトリアに侵入してきた。 トルコ人ムスリムの信仰にさらされ、1076年に、セルジューク朝の王族スライマーンによって征服された。まもなく、スライマーンの建設したルームセルジューク朝が、第1回十字軍によって、二回屋を奪還された後、今夜が変わって、首都となるが、1097年に、ゴドフロアドブイオン、1190年には、フリードリヒ一世によって一時的に占領された。 13世紀に建築されたインジェミナーレ・マドラサ13世紀に入ると、ルームセル獣ク町は最盛期を迎え、東はアルメニアから南北は地中海、国海両岸に至るまでのアナトリアを征服し、対岸のクリミア半島にまで勢力を伸ばすに至り、今夜はその中心として繁栄を極めた。1237年のカイクバード一世紀の死後、モンゴル帝国の侵攻を受けて、 衰退に向かったルームセルジューク朝が14世紀の初頭に断絶すると、変わって、今夜の南のカラマンに起こったカラマン君公国の支配下に入り、その首都となる。14世紀末に、オスマン帝国のバヤジと一斉により征服されるが、アンカラの戦いの後再びカラマン領となり、1466年に、至ってカラマン君公国が、メフメト二世に征服されると、 メフメトがアナトリア中部に建設したカラマン州の州都となった。この間、1228年には中央アジアのバルフに生まれたイスラム神秘主義者ルーミーがカイクバード一世の創生によって今夜に定住。1273年に亡くなるまで今夜で活動し、トルコを代表する神秘主義教団であるメブレビ教団を開いた。 今夜にあるルーミーの母廟は、オスマン帝国期には、メブレビー教団の道場に使われていたが、1927年に、ケマルアタチュルク政権によって、神秘主義教団が解散され、ルーミー廟は閉鎖された。廟は現在は、メブラーナ博物館として一般公開されており、宗教性を薄められた今も、なお今夜を代表する建造物である。このほか、今夜には、 ハイクバード一世の混流したアラエティンモスクやセリム二世のセリミエモスクなど多くのモスクがありアナトリア随一の宗教都市として繁栄したかつての姿を現在に伝えている。千枚するスーフィー教団。今夜は今夜平原の中心地に位置する。中央アナトリア地方の南部に位置する。今夜の最南端はトロス山脈の山々に囲まれている。近郊にはいくつかの湖がある。 欠片の気候区分でステップ気候に区分される。主な産業は自動車部品製造、機械製造、農業器具、鋳造工業、プラスチック塗料、化学工業、建築資材、製紙、包装、加工食品、織物、企画である。今夜をホームとするサッカークラブがある。名物料理のエトリエキメッキ、申請書辞典107ページ。ありがとうございます。